スケネクタディロコモティブワークスの製造名版。社長名、総支配人名が入っている。アメリカンエンジニアンドレールロードジャーナル誌に掲載された広告スケネクタディロコモティブワークスは19世紀のアメリカ合衆国ニューヨーク州スケネクタディに存在した機関車製造会社。1901年にアメリカンロコモティブカンパニー成立の中核となり、アルコ本社は スケネクタディに置かれた。創業は1848年で、ジョンエリスとプラートポッターの共同事業であった。スケネクタディ工場が本格的に機関車製造を手掛けたのは1851年で、生産工は当時米国内5位であったが、上位の機関車メーカーであったノリスロコモティブワークスとヒンクリーロコモティブワークスが1900年までに、 閉鎖されたため、ロジャーズロコモティブワークスをしのいで、米国内2位のメーカーとなった。この時点でのトップメーカーは、ボールドウィンロコモティブワークスで17,315両を数え、対するスケネクタディは5,700両程度であり、数の面で到底及ばなかったが、1901年に、ブルックス、ピッツバーグ、リッチモンド、ロードアイランド、ディックソン、マンチェスター、 クック、スケネクタディの発射統合により、アメリカンロコモティブカンパニーが成立、ようやく、ボールドウィンに対抗できる体制となったのである。スケネクタディ製の機関車が初めて、日本に導入されたのは、1897年に、鉄道作業局と九州鉄道に導入された21両で、ある。その背景には、日清戦争後、急激に増大を見た。 輸送量に対応するため、安価で短期間に納入できるメーカーが求められたことがある。この時、スケネクタディは良質なものを供給することに努め、とかく蘇生乱造の評判のあった、ボールドウィンに対抗した。スケネクタディの製品は、ボールドウィンのような素やさがなく、また必要以上に飾り立てることもない、上品なシンプルさが持ち味である。日本に入ったのは、 アルコ統合後のスケネクタディ工場製のものを含めて13、形式262両で、ボールドウィンには及ばないものの、鉄道作業局、日本鉄道、山陽鉄道、九州鉄道、北海道炭鉱鉄道といった良質な得意先を、持ち、資本力のある、鉄道事業者がまとめて導入するケースが目立った。名前が長く呼びづらいため、現場や、 鉄道愛好家の間では、スケネックと略されることが多い。ありがとうございます。